勝を挙げて、はあはあ、防御率はどれぐらいだったんだという逆取材を受け今受けましてね、ええ、ベンチの中はもう一切死語はありませんね。あの一句同音にあのフォークボールは本当に素晴らしいなと。でこの今映っているボンズを中心に本当にこの真剣な眼差しで上原を見つめてましてね、あのピッチングコーチのピーターソンさんがね、こんないいピッチャーだったらアメリカに連れて帰りたいとそこまで話してました。あそうですか。それはそうですよ。家に泊まってきましたね。長嶋さん、そのいたずらっぽい笑みは何ですかそれは。あまり見つめないでください。でもみんな連れて帰られたら日本の野球できないですよね。やはりね、今リポートのようにね、三塁側のダッカーアウトは、うん、おそらくこれ真剣にね、はい、そういう逆試合をするくらいの投球内容であったし、いやもうレギュラーシームじゃない見事な今日の出来栄えですよ。そうなんです、あと牛込さんね、やはりその日本野球ファンの一員として今嬉しかったのが、三振した後に真剣に準備が起こりましたね。いやその通りです、表情変わったでしょ。変わりました、昨日まではね、まだやっぱりどっかでベースボールを楽しむ、ありましたね、余裕があった、はい、カブレラの当たり、これが日本で花を咲かせたカブレラです。ダイヤモンドバックスから西武に来、メジャーは自分にとって冷たく厳しい世界だった。ただカブレラは今間違いなく日本のオールスターの一員として大輪の花を咲かせました。日本での活躍、アレックス・カブレラここにあり。全てのカブレラの今の野球人生に対する思いを込めたホームランです。石村さん、いや素晴らしいですね。実はね、彼のエージェントが来てるんですよ。あ、そうですか。昨日僕12年ぶりに会いまして、で今日も会ったらあって来ましたけど、あんた何しに来たのって、いやカブレラの今自分はエージェントをやってるんだと。あ、そうですか、なるほどね。あの実はですね、カブレラに関してはこんな話をですね、あのダイヤモンドバックスで同僚だったジュニアスパイビーという選手が今回来てるんですが、あのカブレラのダイヤモンドバックスのチームメートで、2年前にカブレラはダイヤモンドバックス傘下のマイナーとダイヤモンドバックスメジャー合わせて50本以上ホームラン打ったんですってね。なるほど。でマイナーのチームメートもダイヤモンドバックスのチームメートも、アレックスは必ず来年ダイヤモンドバックスでレギュラーを取る、そしたらダイヤモンドバックスは、まあ、西武に譲渡した、いやあの時の光景はスパイビーも目を疑ったそうなんですよ。なるほどね。だカブレラ本人にとってもある程度にやはりショックはあったと思います。でしょうね。これマイナーメジャー合わせても1シーズン50本ってのはすごいですよね。すごいことでしょ、ね、マイナーでも50本すごいことです、川村さん、はい、カブレラ選手です。あ、早速お願いします。すごいホームランでしたね。Like hitting on the middle, I'm never thinking like a phone run. This guy like a major league pitcher, you don't know what I'm doing. I hit him. I'm looking for breaking pitch. He throw me a breaking pitch and I make like a good contact. とにかくですね、もう周りがもう燃えてますが、僕としてはもう絶対一生懸命頑張って素晴らしいホームランを打とうと思ってました。とてもいいヒットが打てて、とても喜んでいます。嬉しいです。メジャーでは悔しい思いもしたと聞いていますけれども。Yeah, but it's like a great players, like a Barbon, Benny Williams, like a Jambi, it's like a great player.And I want to do the best I can, you know, but show these people I can play in my league like one time. ジアンビ選手とかいろんな人がいます。顔なじみ選手たくさんいる中でこういう素晴らしいプレーができた。とても嬉しく思っています。今日は昼も夜もホームランですね。Yeah, it's like today is like a big day. I hit in 3 home runs in the game. It's like a long day, but I'm doing great today. 僕にとっては長い一日、だけどもとても素晴らしい一日とも言えますよね。次もまたホームラン期待しますよ。一生懸命頑張って打ちたいと思います。どうもおめでとうございます。コングラチュエーション。はい、今昼もとありましたがね、今日パリーグの東西対抗ゲームがありまして、そちらでも活躍で、まあ一日を長く密度を濃くしてるのはカブレラ自身の力なわけなんですけどね。やはりそのメジャーに関して辛いことがあったという時にはちょっとカブレラの表情も。オルさん、昨日はカブレラは昼間がパリーグの東西対抗でホームラン2本打ちまして、夜もホームラン打って大変な日になりましたね。ねえ、3本でしょ、1日3本だけどこのバッターはしかしあの力がついてきましたね。と言いますと、いや来た時はそんなにね、はい、ホームラン打てないんじゃないかな、ボールに手を出しすぎるが、そしたらボールでもホームランになっちゃったんですね。なるほど。その低めの球を強引に西武ドームの場外へ持っていくというねシーンもよく見られました。今
です、はい、このカブレラというのはね、すごく親孝行なんですよ。と言いますと、日本に来てですね、あれ活躍したですよ、昨年もね、はい、年俸上がった、お母さんがですね、うちがあまり家じゃないんでね、痛烈当たり、センター諦めた。カブレラ2試合連続ホームラン、力を見せつける55本男、痛烈な当たり、センターバーニー・ウィリアムズ3歩走ったところでその歩みを止めました。なんというパワー、日米野球アメリカに力を見せつける。今ホームイン、7対2。外国人でありながら日本オールスターチームに名を連ねます。ちょっと恥ずかしい、変な感じはする。ただファン投票で選んでもらった日本のファンのために日本の一員として力を見せつける、そう話したカブレラです。いやー木山さん、すごい、すごいですね、ずっといいですね、あの日本シリーズから好調を維持してますね、維持してますね。また今センターのウィリアムズがもう追いかけてすぐやめましたからね、完璧ですね、追うことはなかったんですね。鳩井さん、鳩井さん、はい、日本チームです。はい、カブレラ選手来てもらいました。ナイスホームランです。Very nice home run。ありがとうございます。すごいパワーですね。Yes, it's like everybody looking for me, like a big power. I never try anything wrong. I try like make like a good contact. That's why I have a lot of power. When I make a good contact, I have about 100% the hitting home run. だからコンタクトでボールを合わせに行って、それでパワー出たそうです。ボンズやジャンビー。この辺の前で打ったホームランのその感じはどうですか？You've seen Bonds and Giambi. ね、レギュラーシーズンとはちょっと違うね、感触があると思います。You know, different atmosphere. How does it feel playing this town? Yeah, I wanna play like a Sen Newell, you know, like this guy in the major league. I wanna play like a Sen, this guy, good baseball. Try hitting good for in the front day, big guys like Giambi and Bonds.みんなに見ても今行かないとダメそうですけど。okay, はい。みんなとやって楽しいから、こんなところでホームラン打っても楽しいって。あ、そうですか、エンジョイしてるんですね。はい、羽鳥さん以上です。はい、バックスクリーン左へ特大のホームランがありました。7対2と点差が広がっています。